はい、皆さん、毎度毎度。まあ、カットの値段、パーマの値段ね、低迷してるね。値段安くするとね、わざわざその安い値段をね、探して探して見つけてね、変なお客さんが来るね。本当にこの値段でいいんですかってね、本当に髪の毛がすっげー多い人とかね、ロング料金いらないとかってやるとね、本当にね、ロングの方がね、まあロングの方でもいいんだよ。ロングの方がめんどくさいんじゃないんだよ。髪の毛の量が鬼のごとくに多い。でもそういう方の場合は、あれかね、ロング料金は取らなくても髪の毛良くてセニング料金とか毛量調整とかって言って取るのかな。まあ、こういうさ、今カットしてるおばちゃん毛が硬いんだよね。ほんで襟足をすっきりさせようと思うと、やっぱり襟足の方セニングするんだけど、今回はセニングしてないかな。こういう時はもう 20% の方が早いね。で、1本で今やってるけど短いから2本でやる。 20% 2本で 20% 1本で持って、まあ別に問題なかったら 20% 2本持っても特に問題ないはず。物理的にさすがにショートだとね、10% 三茶は持てねえし、10% 三茶はあまりね、演出だね。だから今日ね、20% 一丁買う。まあ、30% セニングでもね、軽くすいて減らしてね、毛先をチョップカット、あとこまめにね、やるんだったらいいけどね、チョップカットするのめんどくさいからね、こういう襟足ね。やっぱり 20% でね、まあ今ね、ちょん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 やってるけどね、こうやってなんか薄くしていった方がいいかなと思うね。だからやっぱり 20% 一丁でもやっぱり結構時間かかってるもんね、こうやってね。やっぱり2本持たなきゃダメだね、 20% ね。あとこういう襟足ね、エフェクトとかエフィラージュとかってあるけどね、体あんまりねオーバーアクションすると疲れっからね、やっぱりセニングがいいね。やっぱ髪の毛が多くて硬くて太い方、やっぱ 20% 一丁ではダメだね、2丁だね、これからね。 20% 買う、今日買う、でやっぱり楽して仕事早く終わらせないとね。はい、お疲れ様でした。